米韓両軍が迎撃ミサイルシステム、サードミサイルを韓国に配備したことについて反発を強めている中国政府は、中国内の韓国企業ロッテマートの約半数の店舗に営業停止を命じました。教師の指示に従って小学生がおやつはいらない、ロッテをボイコットすると宣言する映像がネットに流れ、政府の子供に対する洗脳は恥ずべきものとの批判の声が多く上がっています。3月8日、小学生の集団がロッテのボイコットを宣言する映像がネットに流れました。映像は北京市のある小学校で撮影されたものと説明がされ、具体的な学校名は書かれていません。映像では、私たちは小学生、このように国を愛しています、と対処された垂れ幕の下がった行動で、教師の指示に合わせて子供たちが右手を上げて、おやつはいらない、ロッテをボイコットする、私の中華を愛する、私から始める、と書かれたスローガンを叫んでいます。这是共产党一贯的做法。现在从小学到大学，不都是洗脑吗？抵制乐天的警察不抓，不是政府在执行。另一个现在是开两会，他们在转移视线。共产党利用学生来做文章，实在无耻。很多抵制吧，都是政府组织的，一般老百姓都不抵制。政府专门搞出这套的，转移社会矛盾。最近各个层次上访，包围了军委，包围了军纪委，闹得都挺凶的。这个时候拿乐天来说事，开个两会也没什么用处，好茶又伤民，老百姓们全有意见。一方、江蘇省などのロッテマートは、ボイコット運動の影響を受けていません。10から20%の割引セールを行い、通常よりも売れ行きが良いと言います。三名小学生去抵制的话，这本身就是从小的灌输那个仇恨教育国内的。那些咖啡销量还是很不错的，打折和降价那时候都是蜂拥的去购买，也没有多少人站出来抵制。ロッテは中国で小売店や映画館、ホテルなど120個近い営業施設を経営しており、2万人以上を雇用。2016年の売上は26億ドルを超えました。韓国聯合ニュースは8日、政府の営業停止命令を受けて、営業を停止した中国国内のロッテマートは55店舗に上っていると報じました。ロッテマートは中国国内に99店舗あり、半数を超える店舗が営業を停止しています。